サガラゴーチチャンネル。はいどうも、ヘビコロ編集、サガラゴーチです。僕って高校生の頃、そんなに多分声は低くなかったじゃないですか。今回そんなことはどうでもいいんですが、自称進学校あるある。早速行きましょう。受験は団体戦という謎理論。まあ、試験側も国数英理社の団体で勝負を挑んできますからね。国立大の合格率だけが誇り、合格率を増やしたいがあまり、沖縄でキャンパスライフを送ってみないかと言われた友人がいました。無駄な部活強制所属、文武両道の達成は部活動に所属していることという激ヤマハードル、スタディサポートという誰も結果を参考にしない試験、 GTZ という謎の指標を急に導入すな、学校に講演に来る人が絶妙に無名、地域の畳職人が来た時はやや反応に困りました、ウィキペディアの著名な卒業生が無名、地方局のアナウンサーを輩出しがち、内職に対する教師のガチ切れ、教室から先生が出ていて授業が中断し、おい誰が謝りに行くんだよとそわそわする緊張感までが一連の流れです。朝10分の絶妙に何もできない自習時間、私は遅刻許容タイムと呼んでいました。模試よりも異常な定期テストを押し、定期テストを制すれば必ず合格する、まるで勉強を極めたかのような合格体験記を書いた人の進学先がエフラン、1秒も無駄にしないように勉強しました。じゃねえよ、制服が例外なくダサい、何でも中途半端、教師が市販の参考書を過剰に否定する、配布した単語帳じゃないと単語テスト苦労するぞ、定期テストが暗記大会、英語の本文の何の意味もない部分が穴埋め形式、浪人する人数が一桁、私はそのうちの一人でした。学年に一人、無駄に高いポテンシャルで無双するやついる、そいつの勉強してないしか信用できない、国立志望と私立志望で教師からの扱いに差が出る、上位国立だと何々大対策コースができ全員落ちる、教師の洗脳の結果生徒も国立信者になる、生徒一人当たりの教授の数が学畜生、ベネッセの営業マンが講演に来る、生徒に真剣模試の導入拒否権はない、定期テストをサボっていても模試の成績がいい生徒は教師に嫌われる、大事なのは模試、指定校推薦は逃げという最悪な風潮、好きにすりゃええ、英語の教科書を書き写してくるという中学生レベルの宿題が稀に課される、それを真に受けて色ペンまで駆使して教科書を写してくるやつもいますね、大昔の OB OG が謎の権力を持っている、校長より長い挨拶、地元が田舎すぎてちょうどいい高校がなく1時間半以上かけて通学するやつがいる、私です、素行が悪すぎるやつがいない、絶妙に素直、学校を好きなやつが一人もいない。